トランスフォーマー。ここまで見てくれた君、トランスフォーマーをもっと知りたくなっただろう。ここではそんな君のためにトランスフォーマーたちの歴史を紹介するぞ。85年放送の記念すべき第1作が戦え超ロボット生命体トランスフォーマーだ。ここから G1 と呼ばれるシリーズが始まった。初代のリーダーはコンボイ司令官だ。その続編トランスフォーマー2010は86年に放映されたが2010年の物語だったんだ。リーダーは若き司令官のロニマスコンボイだ。第3弾が87年に放送のザ・ヘッドマスターズ。タイトル通りヘッドマスターズという舞台のリーダークロームが主人公の物語だった。88年放映の超新マスターフォースは人間がトランスフォーマーになるという大胆なシリーズだ。リーダーは総司令官ジンライ。人間の若者がマスターブレスで変身したんだ。トランスフォーマービクトリーは89年の作品だ。総司令官ビクトリーセイバーはジェット機にトランスフォームするリーダーだった。トランスフォーマーゾーンは90年に発売されたビデオアニメだ。総司令官ダイアトラスは圧倒的なパワーを誇るトランスフォーマーだ。97年のビーストウォーズは動物に変身するトランスフォーマーが登場。リーダーのコンボイはゴリラに変身したぞ。ビーストウォーズ第2弾が98年のビーストウォーズセカンドだ。リーダーはライオンに変身するライオコンボイだ。その続編が99年のビーストウォーズネオ。総司令官のビッグコンボイはマンモスに変身する強力な戦士だ。ビーストウォーズメタルスも99年放映だ。最初のビーストウォーズの続編でゴリラに変身する総司令官コンボイが再び活躍したぞ。2000年に放映されたトランスフォーマーカーロボットは久しぶりにビークルに変形するトランスフォーマーの物語だった。リーダーは炎の総司令官ファイヤーコンボイ。はしご車にトランスフォームするぞ。トランスフォーマーマイクロン伝説は2003年の作品だ。マイクロン伝説の総司令官コンボイはトレーラーと変形合体してスーパーモードになれた。トランスフォーマースーパーリンクは2004年の作品でマイクロン伝説の続編だ。総司令官グランドコンボイはサポートメカと合体してスーパーモードになった。ビーストウォーズリターンズも2004年の作品だ。舞台をセイバートロン星に戻してビーコン軍団と戦ったぞ。2005年のトランスフォーマーギャラクシーフォースはマイクロン伝説から続いたシリーズの完結編だ。総司令官ギャラクシーコンボイがリーダーだった。2007年、2009年、2011年に公開されたハリウッド映画トランスフォーマーシリーズではリーダーのオプティマスプライムとともに最新の映像技術で描かれたトランスフォーマーたちがスクリーンの中で大活躍。そして2010年のトランスフォーマーアニメイテッド、2012年のトランスフォーマープライムではアニメの中にもそのオプティマスプライムが登場し活躍した。2013年の三条合体トランスフォーマー GO ではオプティマスエクスプライムによりサムライチームと忍びチームの連結三条合体が実現。そして今年の映画最新作に続くんだ。トランスフォーマー、この夏ハリウッド超大作日本上陸とともに30年の時を超えて日本生まれのヒーローが、こいつもあいつも変形しながら横浜に大集結。日本初世界最大級のトランスフォーマー空間体感イベント、8月9日から17日の9日間パシフィコ横浜で開催。トランスフォーマー博を見逃すな。